ご視聴ありがとうございます。今回は前回に続いて京阪奈線の紹介をします。今回は新石切から長田間、軌道法に基づいて建設された区間の解説をしていきます。まず京阪奈線の特徴についてご紹介します。京阪奈線は奈良線や大阪線など他の路線の終電方式である架空電車線方式とは違い、第三機乗方式を採用しています。この第三機乗方式は主に地下鉄で使用されています。第三機乗方式が利用されている地下鉄以外の路線は近鉄京阪奈線と北大阪急行の南北線のみです。通常地下鉄が他の私鉄や JR 線と乗り入れをする際は架空電車線方式を採用します。名古屋市営地下鉄の鶴舞線や東京メトロの東西線などがその例です。しかし大阪では近鉄や北大阪急行が地下鉄の第三機乗に合わせて建設されています。架空電車線方式を採用するとトンネルの上部から外資、架線、またパンタグラフの分の空間が必要となり、トンネルの断面が大きくなってしまいます。しかし第三機乗を線路脇に設置することでトンネルの断面が小さくなり、結果的に工費の削減にもつながります。ではなぜ近鉄が第三機乗で路線を建設するようになったのかを説明します。今回は東京メトロと比較して考えます。その理由は、東京メトロ旧営団地下鉄はもともと私鉄線との乗り入れを視野に入れて建設したからです。私鉄線は山手線と接続する駅前乗り入れ、その先山手線の内側は地下鉄に乗り入れるということで、乗客の利便性を図ったのです。一方、大阪メトロ旧大阪市交通局は、大阪市の交通網は大阪市が整備するべきだという考え、いわゆる市営門道主義が浸透していました。市営門道主義が唱えられていた当時、私鉄線との乗り入れは考慮する必要がなかったため、建設費が安くなる第三機乗方式を採用しました。時代が変わり乗り入れを行うようになりますが、終電方法が違うため既存路線との乗り入れをすることはできません。そのため新規に建設する京阪奈線を第三機乗方式で建設し、現在のように乗り入れを行いました。京阪奈線の解説に戻ります。吉田駅の次は半地下駅の荒本駅です。この駅は堀割区間にあります。荒本駅を出ると次は長田駅です。長田駅の手前では地下に入り、このまま阿波座駅まで地下線となります。長田駅のコンコースに地下鉄と近鉄京阪奈線、旧東大阪線の歴史が表示してありましたのでご紹介しておきます。この動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価やチャンネル登録、コメントなどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。